はい、ドリームガールプレミア続きからやっていきたいと思います。かわいいここのゆうたちゃんめっちゃかわいくない？ほらモデルはい、特にまだね衣装とかさその辺はまだいじる範囲ではないよね。前回何した？出版社でなんかダサいあれを何ヘアスタイルの記事お願いするわ。ごめんなさい、前回途中でやめて。あ、ワンポイントヘアスタイル。メイクと全身コーデと、多分順にやっていかなきゃいけないんだね。うん、ヘアスタイルはでもさ、テーマに合ったヘアスタイルだって、ちょっと、大丈夫？で、服がダサいのよね。なんで？春にぴったりのヘアアレンジを紹介してね。アレンジヘアを選びましょう。なぜ？絶対この中じゃなきゃダメなの？どうする？割とどうするなんだけど。比較的マシそうなのこれじゃない？これもある？ほら、比較的マシじゃない？春かどうかはわからないけど。前髪だけ、すごいめっちゃすごくない？前髪は前髪だけとかいじれるんだ。じゃあ割と振り幅広くない？ねえ。何これ？なんだろう。眉毛繋がってんのかなみたいな。これにして、で、後ろ髪を、うわぁ。あ、これ？これじゃない？はい。あ、でも色変えてないよ。いいの？まあ、いっか。あ、まあ、うん。割と、許される範囲じゃない？ポーズね。でもさ、髪の毛をさ、あれしたいわけじゃない？なんか、なんだろう、全体的に違うよね。これじゃない？はっていう。は表情。何これ？それ高飛車の女みたいになってる。怒ってる。怒りすぎもよくないよね。前回ほぼ怒ってたもんね、私ね。あ、これいい。これにしよう。え、可愛くない？あ、そう、今ずっと目閉じてたよ。閉じてない方が可愛いかもね、目ね。撮るね。4枚写真からね、はい。こっちの方がいい気もする。こっちの方が。でもこれにする。あ、そうだった、これするんだった、忘れてたよ。私はね、でもだってさ、髪でしょ。髪をあれするんだから、やっぱり体は全部入ってないとダメでしょ。頭が全部入ってないと。で、タイトルがこれかな。で、髪にかぶってはいけないと思うのね、なんかいろいろと。オーラが、ああ、いいんじゃない？なんか、背景は、ちょっと、やだやだ。無難に行こうかな、やっぱね。なんかついてる、これ。あんま分かりにくい。あ、すごい、ハートが今。これハートだよ。これにしよう。これね、あれなのよね。パソコンに映ってる画面見た方が、すごい画質がよく綺麗に見えるんだよね。デコパーツいる？なんか。ね。31個つけてるらしいよ。
あ、すごい。めっちゃいらんやん、これ。これめっちゃいらない。めっちゃいらないよね。待って、これいるものなくない？この。何つけたらいいの？これとか。いらない？なんか。はい。本当に最高だと思ってる。大丈夫？あの、同情はいいのよ、私。なんか地味ね。地味よ。ファンが増えたよ。800人単位でファン増えるんだね。ナナミ。ナナミ。ユータちゃんと同じモデルだよ。スタッフさんに聞いたんだけど、同い年なんだ。何歳なの？仲良くはなれるかわからないよね。やっぱモデルってさ、割とこう競い合いのとこあるじゃない？私が表紙みたいな。ちょっと難しいね。すごく服のセンスよね。まあ。どこで買い物してるか今度教えて。ちょっとそれは教えられない。企業秘密ですよ。出版社でやること多いね、やっぱね。メイクね。メイクか。私メイクさ、言うて苦手だから。テーマに合っただもんね。しかもね、私の好きなメイクじゃないもんね。あ、服さっきよりかはいいのかな。え、何？赤のリップを使ったメイクを紹介してね。あ、これならいけそう。え、何？つけまつげをタッチしてね。え、つけまつげはダメなの？うわぁ、黒いのある。赤でしょ。これぐらいなんか赤いのがいい。え、つけまつけたい。うおー、すごい。アイブロウで、あれ、いじれるとこ多いね。マスカラ。あ、すごいすごい。どぎつい。カラコン。え、すごくないな。あ、これがいい。怖い。なんかあの、あれよね、RPG のボスキャラだよね、完全に。アイシャドウは、これでいいや。チークは変な色にするだけ。うお。変な色はちょっと良くないから、これぐらいでいいか。悪魔みたいだったよ、今の私のメイク。信じられない。これちょっと怒った顔にしましょう。これはいいと思うよ、私、怒った顔に。いや、そんなブリッコしないで、これでいきましょう。表情をこれでいこう。え、めっちゃ強そう。怖っ。すごいね、このゲームね。メイクほんとモリモリにできるの楽しいね。え、なんかキャバ嬢コーデとかさせてほしい。そしたら私それなりにできる自信がある。でもダメ、この辺笑っちゃってるもん。笑ってるのはちょっと今のこの、うおー、すごい。ドアップですよ。ドアップ、ドアップで、オーラは黒で、タイトルがちょっとな、赤で王道おしゃれメイクっていうのはもう間違ってるからね。別に赤で王道でもないし。これ大きくはできんの？あ、回るんだこれ。すごい音してる。あるんだね。言ってほしかった。背景はこれでいいや。デコフレームでちょっとセレブリティ感出していきましょう。
すごい。あ、これだと思う。絶対これ。え、デコパーツで、ちょっとお高そうな。いいじゃん、いいじゃん。バラをね。バラを。バラをちょっといい感じに。大丈夫これ。ダサい？大丈夫？すごいなぁ。今のうちはさ、これパーフェクトだけど、後々よね。また800人だ。なんかあれなんだよね。メンズのために服、どうしたどうした誰？いちか。うん。だっけ、いちか。タレントとモデルやってます。うん、ちょっと引いて、まあ、まあ、そうだね。うん、さっきのゆたちゃんの仕事を見てて、あんまり可愛かったから、本当に？いや、迷惑だったかなとかいうのは、ちょっとなんか、もうあれよね。迷惑じゃないよって言わざるを得ない状況じゃない？それはちょっと困るわ。うん、こう、話しかけたくなっちゃって、あー。勢い良すぎてびっくりしたでしょ。びっくりっていうか、まあ、引いたっていうかね。うん。君と同じ事務所の、うん。芸歴は君より長いから、業界では先輩だね。うわ。相談はしないけど。何？同じ量？言ってた。大食いなの？彼女。へえ。ちょっとでも大食いの人ね、羨ましいと思うのよ。なんか、いっぱい食べれた方が得な時ない？割と。次何？全身コーデ来たー。やっと私、あ、いいです。別に多分大丈夫。大丈夫かな？最後のミーティングルームってのは何なんだろうね。ふんふん。あ、でもテーマにあったか。ゆるアイテムを使ったカジュアルコーデお願いね。え？これさ、思ったんだけど。あ、検索できるんだね。なるほど。浴衣。すごい、こういうのあるんだ。キーワード、あ、キーワードでいけるね。検索する。じゃあまず私は、え、ね、パジャマはないよね。あの、下から選び、え、ゆるいアイテム少なくない？ちょっとびっくりしちゃったんだけど。ほんとに？アイテム少なない？僕着る意味あるっていう、着とくけど、え、しかないよ。え、大丈夫これ？足ないけど、どうしましょう。足は、靴を履いてね。今だよね。え、これちょっと待って、オプションクリア。ね、靴、ゆるい靴って何？こういうこと？ゆるくもないか。え、ゆるい靴ないんだもんね、ゆるいっていうね。あ、でもそっか、カジュアルだったら。教えて、違う。ちょっと待って。ね、これ多分思ったのよ。これさ、あれでしょ？カジュアルだったら、とりあえずゆるいアイテムを使ってさえいれば、多分大丈夫だと思うよ。あくまで多分よ。
どうしよう。ここに悩んでる場合じゃない、靴なんだよ、靴。靴。これ会社あるかな。あ、かわいい。これにしよう。ほら、かわいくない？え、かわいい。と思ったんだけど。ハート。まあ、ハートでもいっか。どうこれ。あ、なるほどね。指定されたジャンルのアイテム使いつつ、そのテーマに合わせてってことね。ちょっと難しいわね。なんか地味だね。え、なんかしたことないポーズにしたい。あ、すごい。え、これよくない？どうよ。あ、いい感じ、いい感じ。なんだろう、でもなんかさ、割と山でやってきたゲームはさ、こう服を売る側だったじゃん。これだとさ、まあ売るっていう概念はないじゃない。まあなんか自分に合うのっていうので選べばいいから、その点は、まあ、割と気が楽かもね。背景ダサ。でもこれはさ、全身映ってないとダメだと思うね、やっぱり。タイトルがまずダサい。これね、この時はね、割と体に被ってても別にいいんじゃなかろうかっていう。で、オーラは強そうなんだよな、黒いのをね、つけると。あ、すごい、めっちゃある。え、でも服的にさ、こういう服、え、でもちょっと違うな。夜っぽいのいいな。あ、すごい。え、これよくない？ま、季節感がちょっとあれだけどね。で、あ、これいいじゃん。これで、デコパーツいらない。ちょっと待って、声が。ちょっとタンが絡むよね、タンがね。これもこのままでいいんじゃない？はい。まあ最高よね。私もそう思うわ。今回でもやっぱ MVP はね、赤色の時のどきついメイクがね、やっぱり一番良かったと思うね、私。はい。はい。あれなんだ、4つ仕事をしたら、月が変わる感じなのかな。秘密の仕事？ちょっとでも展開の速さにびっくりよ。うんうん。この仕事を見たくなったらライブラリを見てね。へぇ。ローラン。ローラン？ハーフか何かかな。今度、うちからデビューする。ごめん、デビューするないんだけど、吉村ローランっていうの？ちょっとローランはでもそんなに私のタイプではないかもしれないよね。作詞作曲ができるシンガーソングライターですごく歌がうまい。アメリカでクラスハーフで、歌手デビューするために日本に行く。歌手か。なるほどね。じゃあもらえると。メンズたちもはやさ、あれよね。声欲しいよね、メンズたちにね。あ、ライブラリあるよ。あ、すごい。これ、やっぱこれ一番良くない？攻め攻めで私いいと思う、これやっぱり。なるほどね。ポートレートってなんだ？
あ、自分のあれか。また出版社なのね。はい。はい、お疲れ。出てもらえた雑誌の評、あ、出てもらった雑誌の評判がすごくいい。ほうほうほう。ファンメールが来てるらしいよ。まあだって800人ずつね、ファン増えていったからね。あ、まだ結構いろいろあるよ。ネイルツーショットワンポイント、学園物語なんだろうね。ピンクの跡を使ったネイルお願いね。私ね、ネイル苦手なのよ。なんかその、なんだろう、どこまで、その、盛ればいいのかみたいな。ね、そこが難しいよね。あー、なるほど、そういうこと。ピンクのキーワードの後やりましょう。ピンク？そういうこと？え？なんか全然できてないけど。ちょっと待って、いいえ。ピンクにして、デコロ？ダサい。あ、でもデコるの難しいかも。なんかデコロってすごい、もう私できますみたいな感じやっちゃったけど。ちょ、無難に星つけていこう。え、無難じゃない？ちょっと別の星もつけちゃうね。としたらこれかなりアンバランスよね。だって意味がわからないもんね。うわ、ダサい。なんかやばい、小学生みたいね。なんか女児かな女児かな。いいんですよ、もうほぼ女児ですよ私自分で言うっていう。この辺はもうあれよね、慣れが必要よね。慣れが必要。え、すごい。指先から恋しちゃう。だって、このネイルじゃ恋できない。え、いいの？なんか申し訳ないよね。ファンが増えるのも申し訳ないもんね。4000人。早い。え？ちょっと、こんな顔だったっけ？あなみさっきもいたよね。すごい、目がすごかったよ。買い物に行くんだけど、一緒に行くんだ。なるほど。じゃあ行きます。ファッションエリアに行くのかな。うん、私がいつもここでアイテムを買って、あ、ここで買うのね、アイテムね。なるほど。毎月バーゲンをやっているアウトレットの店もある。へえ。私も全然アウトレットでいい。花屋さんにプロダクションに呼ばれちゃった。うん、今日私だけ買い物してもいいよってこと？そっといてごめんね。まあ、リアルだったらなんだと思うけどね。じゃあどうしようかな。時間的にちょうどいいし、この辺で今回は終わろうかな。セーブ。はい。よし。で、今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。